これも自然のなせる技よ。雨を楽しんだということで、はい、そう体験です。これこそ体験です。おかげでアマガエルがたくさん取れました。茶色っぽいやつは別の種類のカエル。こうなると真ん中に白い線が入ってくる。分かるかな。ああ、はいはい。これが沼ガエル。これが個人にとなかなか取れないやつ。何それ茶色いやつ。何だこれ。これアメリカセンダングサと言います。あ、センダングサ。はい、どこにいるんですか。これか。これだ。その種これが取れる。これが肉つくと取るのが厄介。ついた。あのタデ食う虫もなんとか。タデの仲間です。なるほど。タデ科は結構いろいろあるんですけど、薬味に使ったりします。あ、そうなんだ。どこが食べられる？若い葉っぱと花も食べられる。どれ食べたい？でもこれはね、汚れてるからダメだ。これ、しぼんだやつ。どこ食える？いろんなものが帰るということで縁起がいい生き物として信仰の対象になっています。埼玉でもね、いろんなカエルの祀っているお寺神社があるんですけども、ここに載ってるのは茨城の水戸、こういう大きなカエルが境内にあります。もし機会があったら行ってみてください。それは書いてくる。何が一番楽しかったかな。カエルをいじめること。何ギリギリ。カエルが溺れちゃった。見て。ハハハ。